アミカは、ハエモクイとかクアモクアミカカに属する昆虫の総称である。世界で約30属300種ほどが記載されている。幼虫の複足成虫は、かのような外見。主に渓流で見られ、渓流の濡れた岩の上に散乱する。幼虫とサナギは、水中で生活し、水底の岩や滝の壁面に張り付いている。幼虫の大切はで、第一節は、頭部と、 胸部、第七節は第七から九節が融合したものである。各節の背面にはトゲやイボがあるものが多い。触角は0から3節。第一節か第六節に強力な吸盤を持っており、これによって、渓流の岩や滝の壁面にしっかりと吸着している。主に微細草類を捕食している。種によって生活史が異なり、 黒葉アミカなど9月に孵化して4から5月に羽化する種や、ヤマトコマドアミカなど12月に孵化して4から5月に、4霊幼虫となっている種、カニ銀毛アミカなど5から7月に孵化して、8月頃に羽化する種、弓足姫二股アミカなど春に孵化してカキに幼虫、成虫が共に見られる種、ヤマト長アミカのように1年を通して幼虫、サナギが見られる種がある。 バイリブ、シーズに従えば、原生種は2赤に分類される。かつて独立の赤とされていたツマグロアミカ赤、エイピストオミューニーは、口長アミカ族エイピストオミューニーに、パルトストマタイニーは、パルトストマティニーとして、赤より低い赤らのランクで、アミカ赤に含まれている。また化石の数族は所属の赤が未確定である。これら化石のうち、ウチモンゴルから報告された。 中世代のブライアンアロンジェティ・ビーリスとメガサン・ブロデスケイが2006年までのアミカ類の最古記録とされている。各族の分布域とおよその種数はコートニーに従ったため原則として2001年以降のデータは反映されていない。アミカか、ファミリー・ブレファライスラダサニニ・サブファミリー・エドワード・ソニニー、アミカカ・サブファミリー・ブレパー・セリニー所属赤不明岡崎及び3氏によれば 基地の日本産アミカカは以下の6属27種で、他に若干の未報告種、未記載種があるとされる。幼虫、サナギの検索表と図は、岡崎に、成虫の検索表と写真は三種に掲載されている。三種によって、それまでの俗和名及び、種和名の大部分が解消された。下記が日本産のアミカカのリストである。和名は三種に従っているが、 それ以前の和名も括弧内に別名として付記されている。また分布の一部は略号で示されている。アミカカ、ブレファライスラダアミカーカ、ブレパーセリニー口長アミカ族エイピストーミューニー、アミカ族ブレパースリニー。ありがとうございます。